ドゥーン城は、スコットランド中心部、スターリングの村、ドゥーンにある、中世の要塞である。城は、アードフォー川が、ティース川へ流れ込む、樹木に覆われた曲がり角にある。スターリングから北西に8マイルの場所では、ティース川が、フォース川に流れ込む。さらに北西へ8マイル進んだ、上流地点には、トロサックスの岸沿いに、ハイランド地方境界にあたる町、 カランダーがある。近年の調査によって、ドゥーン城は13世紀頃に建てられ、スコットランド独立戦争時に損傷を受けたこと、その後14世紀終わり頃に、オールバニ公爵、ロバート・スチュアートによって、現在の形に建て直されたことが分かった。オールバニ公爵は、スコットランド王ロバート二世の息子で、1388年から、 死去までスコットランドの摂政を務めていた。彼の建てた要塞がほとんど改築されずに完璧なまま残されていたため、従来は城全体がオールバニ公爵による建築で完成されたと考えられていた。実際のところ、石造りの建築はほとんどが14世紀予測に作られたものだが、一部1580年代に軽微な修理が行われた部分がある。 城は1425年に、オールバニ公爵の息子が処刑されたのを機に、王へ譲り渡され、王立の狩猟用別邸や、家父用住宅として使われていた。16世紀遅くには、ドゥーン城は、マリー伯爵家の所有となる。城は17世紀半ばの新京都革命や、グレンケルンの乱、17世紀後期から18世紀にかけてのジャコバイトの乱などを目の当たりにしている。 1800年までには、城は破壊されたが、1880年代に、城の修復事業が始まった。この修復では、板材の屋根や、室内の床面、家具類などが交換されている。20世紀に入ってからも、修復事業は行われ、現在城は、ヒストリックスコットランドによって管理されている。建築者が、オールバニ公爵だったことから、ルーン城は、 当時王家が建てていた城の建築様式を反映した作りになっている。建物の各辺に合わせた長さの中庭が作られる予定だったが、北側、北西側の部分しか完成していない。エントランス上には大きなタワーハウスが作られ、領主とその家族の部屋があるほか、キッチンやゲストルームを含んだ別の塔も建てられている。この二つは、 大広間を介してつながっている。現在城はカテゴリー A の指定文化財となっているほか、英国のスケジュールドモニュメントにも指定されている。モンティパイソンホーリー・グレールをはじめとした映画、ドラマのロケ地としても有名である。ティース川上にあるドゥーン城。城が位置するアードホホ川とティース川の合流地点には、紀元1世紀にブリタンニアによって要塞が築かれた。 現在ではこの要塞の遺跡は地表に残っていない。城の南側に現存する城壁や堀は、現在のドゥーン城よりも前に建てられた要塞、ドゥーンのものである可能性がある。このドゥーンとは、スコットランドゲール語で、要塞を意味する単語、DN に由来すると考えられている。城内で、最も初期の建築は13世紀頃のものと、同定されている。一方で、 現在残っている城自体は、スコットランドの中世建築が最も創造的、生産的だった1375年から1425年までの間に建てられたと考えられており、同じ時代には、ロージアンにあるダーレトン城や、タンタロン城、ラナークシャーにあるボスウェル城など、多くの城が建築、改築されている。スコットランド摂政を務めたロバート・スチュアートの印象。 1361年、ロバート・スチュアートは、メンティース伯爵の称号と、現在ドゥン城が建っている土地を与えられた。彼は、スコットランド王ロバート2世の息子で、ロバート3世の弟だった。城の建築は、この歌詞後に始まったと考えられ、遅くとも1381年までには完成して、直居城が与えられた。ロバートは1388年に年老いた父。 ロバート2世の摂政となり、その後病弱だった兄ロバート3世の知性の間も影響力を持ち続けた。1398年にはオールバニ公爵の地位が与えられている。1406年、ロバート3世の後継者、ジェームズ1世がイングランドに捕らえられると、オールバニ公爵はまたも摂政の座に就いた。その後、トゥーンで、 数多くの直居場が発行されたことから、ここが愛用の居場となったことが伺える。ジェームズ3世とその配偶者、マーガレット・オブ・デンマーク。マーガレットはドゥーンでやもめ暮らしをした。オールバニコーは1420年に亡くなり、オールバニコーの公爵領だったドゥーンと、接政職は息子のマードックが引き継いだ。1424年になって、 ようやく身キ金がイングランドへ支払われて帰国したジェームズ・一世は、その後すぐさま王国の主導権を握ろうと格索した。マードックと彼の息子二人は反逆罪を理由に投獄され、1425年5月に処刑された。ドゥーン城は任命を受けた長官や番人が管理する王家の保有物となり、スコットランド王国の保養所、狩猟用別邸として使われた。 また、メアリー・オブ・グエルバース、マーガレット・オブ・デンマーク、マーガレット・チューダーの家不要住宅としても用いられた。それぞれ、ジェームズ2世、ジェームズ3世、ジェームズ4世の未亡人となった王妃である。1528年、幼い息子ジェームズ5世の摂生となった、マーガレット・チューダーは、オーリバニ公の子孫であるヘンリー・スチュアートと結婚した。彼の弟であるサー・ジェームズ・スチュアートは、 ドゥーン城の長官となり、息子で同盟のジェームズは1570年にドゥーン教の称号を与えられている。ドゥーン教の息子で同盟のジェームズは1580年頃にエリザベス・スチュアートと結婚し、マリ伯爵の称号を継いでいる。城は管理を行っていたマリ伯爵家のものとなり、20世紀に至るまでマリ伯爵家に所有されていた。 スコットランド女王メアリーは、スード・ドゥーン城に訪れ、台所の上層にある一続きの部屋に滞在した。メアリー女王背後に起きた短い内乱では、彼女の中心たちがドゥーン城を占領したが、3日間の封鎖の後、1570年に、摂政マシュース・スチュアートへ城が引き渡された。1570年10月4日には、 ジョージ・ブキャナンとスターリングの副判事であるダンカン・ネアンがメアリー・ジョーやメアリー・シートンに手紙を届けようとしていた死者のジョン・ムーンをドゥーン城で拷問、尋問した。ジェームズ六世もドゥーン城をたびたび訪れ、1581年には城の修繕や改築用に300ポンドを与えている。この事業はマスター・オブ・ワーク・ツー・ザ・クラウン・オブ・スコットランドである ロバート・ドラモンド・オブ・カーノック監修のもとに、熟練石膏、マイケル・エウィングの手で行われた。1593年には、ジェームズ六世を倒そうとする陰謀が発覚し、ジェームズは、ドゥーン城で共謀者らを、不意打ちにして捕らえた。その中には、モントローズ伯爵やガウリー伯爵が含まれていた。ジェームズ・グレアム、初代モントローズ公爵1844年に、 撮られたドゥーン城の写真。撮影者は、ヘンリー・フォックス・スタルボット。1607年、協約者でジェームズ4世の宗教政策に反対した、ジョン・マンド・オブ・テインは、同僚の協約者と共に、ドゥーン城に投獄された。マンローはその後当時の上司の契約で城を脱出し、この上司はマンローらを逃がしたことで投獄されている。王党派だった初代モントローズ公爵。 ジェームズ・グレアムは、新京都革命の最中である1645年に、この城を占領した。1654年、オリバー・クロームウェルによる、スコットランド侵攻に反対するグレン・ケルンの、乱中には、サーマンゴ・マリー率いる王党派と、トバヤス・ブリッジ少佐率いるクロームウェル支持派との間で、ドゥーン城を舞台とした小競り合いが起きている。1689年に起きた、 ウルワシのダンディーこと初代ダンディー子者区によるジャコバイトの乱の際には国軍によって城が要塞化され修理も行われた。1745年のジャコバイトの乱の際にはルーン城はウルワシのチャーリー王子ことチャールズ・エドワード・スチュアートや彼を支持するジャコバイト軍勢によって占拠された。1746年のフォールカークの戦いで捕らえられた。 国軍兵用の監獄としても使われた。台所上層の部屋に投獄された囚人たちの中にはベッドシーツを結びつけてロープとし窓から抜け出して脱獄した者も,もいる。逃亡者の中には作家のジョン・ホームや牧師のジョン・ウィザー・スプーンがおり、校舎は後にアメリカ植民地へ渡ってアメリカ独立宣言に署名した。ドーン城の北東角城は 戦乱の世を経てどんどんと荒廃していき、1800年までには屋根のない廃墟になってしまった。マリー伯爵家は大々ドゥーン城を居城にしていたが、第10代マリー伯爵フランシス・スチュアートの代で近くに屋敷を建て、城を引き払っている。城の荒廃は、1880年代に第14代マリー伯爵ジョージ・スチュアートが修理を開始するまで続いた。 板張りの屋根は吹き替えられ、漁師間の羽目板など、家具調度品も据え付けられた。城は1971年10月にカテゴリー A の指定文化財に指定されている。このカテゴリー A とは、スコットランドの重要建築物に対する最高の保護レベルである。また同時に、城の管理人用コテージがカテゴリー B の指定文化財となっている。1984年に、 ダグラス・スチューアートによって寄付されたことから、現在城は寄付を受けたヒストリック・スコットランドによって管理されており、一般公開も行われている。2011年にはドゥーン城として英国のスケジュールドモニュメントに指定された1階と2階部分の図面。ドゥーン城の北東角を写した写真でわかる通り、実際には北東角にあたる両首島は3階建てになっているが、 ここでは山階部分が割愛されているドゥン城は、スコットランドの地理的中心部に近く、スコットランドの中心地スターリング城からわずか5マイルの戦略城の要衝に立っている。この場所は、山形を急勾配に囲まれ、東西に2つの川が走り、自然の要塞となっている。城壁は不規則な五角形で、内部に作られた中庭の北側。 北西側に漁師塔などの建物が作られている。入り口は北側にあり、廊下を通って漁師館がある塔の下から中に入ることになる。中庭には、後から付け加えられたと考えられている三段の石段があり、これは塔の漁師館、それに面する大広間、西側の第二塔にある台所へと通じている。北側からのメインアプローチは三つの堀を含むのると、 土塗りの城壁の両方で守られている。城壁の外側には古くから城へ繋がるものと考えられていたアーチ型の通路もあるが、これは実際には18世紀に作られた氷室へ通じるものである。上層の木座橋には比較的大きな窓があるものの、城壁下部にはエントランスや西側の裏門を除いて開口部は存在しない。南側の窓からは 中庭部分を含め、別の建物を建てる計画があったことが伺えるが、これらはいずれも建設されなかった。石造りの建物は砂岩を石図へ移みしたもので、明るいバランジェッチ石が使われている。この城で一番の塔であるゲートハウスは、領主塔として使われており、建物は13メートル四方、およそ29メートルの高さがある。また、北東の角には、 エントランスに隣接してラウンドタワーが張り出している。この塔には両主館と3階部分の部屋があり、これらはエントランスの通路の上に位置している。丸石で飾られたボールと状の通路は14メートルの長さで、以前は2組の木製扉で守られていたほか、現在でもイエットが残されている。パスセージの両側に据えられた衛兵所では、銃眼を通して、 通路を見渡すことができ、領主塔の規定部である1階部分もよく見える。またこの通路を抜けると中庭に出ることができる。修復された領主間中庭に向かう通路が含まれる1階部分と、その上層にあって2階部分すべてを占めている。領主間の間には直接の連絡がない。領主間には中庭からつながる石垣で囲まれた階段から出入りすることができ、階段の先には、 門がある。領主館の広間はボールトになっており、珍しいことに暖炉が2基据えられている。床面のタイルや木製のはめ板、ミンストレルズギャラリーは1880年代になって導入されたものである。以前は大広間につながる扉も1880年代のものと考えられていたが、現在では建築当時のものと考えられている。 広間と同じ木座橋にはいくつかの脇部屋があるが、ラウンドタワーの部屋には髪型にくぐり戸があるほか、南壁の中にある小部屋からは、広間と中庭の両方を見渡せる。広間の北層下にある殺人穴とも呼ばれる出し狭間からは、パッセージにやってきた襲撃者に対して物を投げつけることができる。大広間の上層には第二広間があり、公爵夫人の続き部屋の一部を成している。 南壁にある省令廃堂からは中庭を見渡すことができ、中には清水板や再帰宅を収める壁画がある。省令廃堂の壁面にある通路は、城のカーテンウォールに沿った通路につながっている。公爵夫人の広場にある木製の天井や木製の床、屋根はいずれも1880年代のものである。 上層部の石造り部分は1580年代の修繕で据え付けられたものである。中庭から見た台所塔、大広間につながる階段は写真右手に見える。領主塔の西側には大広間があり、大きさは20メートル8メートルで木製の屋根まで12メートルの高さがある。この屋根は19世紀の修繕で吹き替えられたものである。大広間には、 暖炉がないが、セントラルファイヤーで部屋を温め、ルーバーを用いて換気をしていたと考えられている。創建当時の屋根がどのような構造だったか詳細は不明だが、推測をもとに屋根が修復されている。広間には複数の大きな窓から光が差し込み、また1階部分にある3つの貯蔵庫につながる階段もある。広間には中庭からつながる階段を登ってアクセスでき、 階段の先には三角形のロビーがある。ロビーからは、この時代にしては、珍しい、楕円形のアーチがついた二つの大きな配膳窓を、通じて、広間と台所の両方に行くことができる。台所棟は、実質的には、タワーハウスになっており、大きさは17メートル、8メートルである。台所もまたボールトになっており、広間と同じ木座端で貯蔵庫の真上に位置している。 この城の台所は、創建当時のスコットランドでは最も充実した設備のあるものの一つで、オーブンや5.5メートル幅の暖炉も据えられている。1581年に木製の階段を置き換える形で増設されたと考えられる階段のタレットは、ロビーから客間のある2フロアへ通じている。客間の中には、ロイヤルアパートメントと呼ばれる部屋が含まれ、 これは二つのベッドルームと越見室がついた続き部屋で、王室からの訪問者にふさわしい間取りとなっている。台所棟の南壁にあるタスキングとして知られる突き出た石や南のカーテンウォールにある四つの先頭アーチ窓は建物をさらに拡張する計画があったことを示唆している。建物の東端にある大きな窓はジャペル用に作られた可能性がある。 8世紀の修道姿勢ランに捧げられた礼拝堂がドゥーン城にあったことは記録されているが、城の東部では基礎部分が見つかっていないことから、そこには大きな建物はなかったものと推測される。2002年9月には現存する基礎部分が発掘され、南壁に向かって陶器用オーブンと考えられる構造が見つかった。また、中央の井戸はおよそ18メートルの深さがある。 カーテンウォールは厚さ2メートル高さ12メートルである。壁の上に沿った通路は両側から欄干で防御されており、急な階段で広間、ゲートハウス部分の傾斜のきつい屋根につながっている。大いのない円形のタレットが角ごとにあり、壁の中間には半円形の突出部がある。出し狭間付きの四角いタレットは整壁の裏門状に一つだけ設置されている。 川の土手を登った先にあるドゥーン城の南壁。領主島の部屋は堅固で私的な雰囲気のあつらえで、領主とその家族のためだけに、自衛を目的として作られたと考えられている。建築歴史学科 W. ダグラス・シンプソンは、この配置は14世紀の疑似封建制の産物だとしている。この時代の領主は、自分の城を全時代の封建制のような風神ではなく、 傭兵を用いて守るよう求められており、このことからシンプソンは、ドゥーン城の主が謀反を起こしかねない自分の傭兵から、領主党だけは守れるように設計したと示唆した。この解釈は、現在歴史学者の間では全く受け入れられておらず、代わりに、ドゥーン城は、15世紀から16世紀初頭にかけて建てられた、リンリス号パレスなど、 より統一されたデザインの中庭を持つ建物への発展途上にあるものとみなされている。ドゥーン城のレイアウトは、タンタロン城やボスウェル城などの同年代の城と似通っており、この時代の多くの建物では、多かれ少なかれ、この城と似たような構造を見ることができる。ドゥーン城を描いた1804年の版画、スコットの著書、ウェイバリーに先立って発行された本、スコシャディピカタ書集。 ドゥーン城は17世紀のバラットザ、ボニー・アール・オーモレーなど複数の文学作品に登場する。このバラットはハントリー伯爵による1592年のジェームズ・スチュアート殺人を描くものである。ウォルター・スコットの諸女作ウェーバリーでは主役のエドワード・ウェーバリーがジャコバイトたちによってドゥーン城へ連れて行かれる。スコットのロマンチックな書き口でドゥーン城は 半分壊れたタレット付きの陰鬱だが絵のように美しい構造の城として描かれている。この城は MGM が1952年に制作した歴史映画黒騎士のロケ地として使われた。この作品はウォルター・スコットのアイバン法を映像化したものでロバート・テイラーやエリザベス・テイラーが出演している。BBC による1996年の アイバンン法映像化作品でもこの城がロケ地に使われている。ジョージ・ R.R. マーティンの氷と炎の歌を原作とした TV シリーズゲーム・オブ・スローオンズではウィンターフェルのセットとして用いられた。ダイアナ・ガバルドンによる小説アウトランダーシリーズを映像化したテレビシリーズでは架空のシロリアフ城として登場している。ドゥーン城の東壁ホーリー・グレールの オープニングシーンはここで撮影された。アーサー・オー伝説を元にした、モンティ・パイソンによる英国のコメディ、映画、モンティ・パイソンホーリー・グレールは、スコットランドで1974年に撮影され、翌1975年に公開された。映画のプロデューサーたちは、ドゥーン城を保有する、マリー・ハクシャクから城での撮影許可を取ったほか、 ナショナルトラスト4スコットランドからドゥーン城以外のスコットランドにある複数の城で撮影する許可を得ていた。ところが撮影の直前になってナショナルトラストからの撮影許可が取り消されてしまった。プロデューサーたちには新しいロケ地を探す時間がなかったため代わりに狭いアングルでドゥーン城の様々な箇所を撮影し作品に登場する架空の複数の城の部分として 見せかけることを考えた。そうして、多数のシーンが、ルーン上で取り分けられた。当時、パイソンズチームは、騎士のルーマすら調達できなかったほどの資金難だったが、作品は、レッドチェッペリン、ピンクフロイドなどの資金提供を受けて制作され、その後アメリカで大ヒットした。映画批評サイトロッテントマトズで97%との高評価を得ているほか、 2015年には英国で公開から40周年を記念したリバイバル上映が行われるなど現在でも高い人気を誇っている。映画のディスク特典映像にはペーリンとジョーンズによるロケ地案内が含まれ、二人がドゥーン城やその他の撮影地をめぐるドキュメンタリーが収録されている。ドゥーン城はパイソニアンや映画のファンにとって聖地になっており、2004年からは 毎年、モンティパイソンデーと称した祭りが城で開かれている。またヒストリックエンバイロメントスコットランドによるドゥーン城のページでは、テリー・ジョーンズが吹き込んだ、この城のオーディオツアーを聞くことができる。ありがとうございます。